新年明けましておめでとうございます。本年もエーカーのどうぞよろしくお願いします。ということで今日は今年の目標を習字で書いていきたいと思います。こういう薄い半紙ですね。これは半紙という紙なんですけど、これに墨汁と筆を使って書いていきます。ちょっと落として、右から書くんだっけ、やばい、それすら分からない。こうか。A few moments later. 今年の目標はじゃん、ベトナム行きたいです。独特な匂いがする。日本ではこうやってお正月に習字を書いて目標を書くのをよくやります。ぜひベトナムの皆さんもやってみてください。それでは今年エーカーのベトナムに行けるのか、行きたいぞ。バイバイ。